ラスト。俺そんなちょっと。え、最後だ。それなんすか。なんと。エルメスのワニの。でも、すごい。これ動画で撮ったやつ。そうです、動画で買ったやつ。財布いくら見てください。これいくら？結構300万とか。170とか。ごっ。ガチ使ったね。かっけーな。でも全然入ってない。え？本当だ。全然入ってない。なんか領収書とか財布にかけすぎて入れる全然お前1円も入ってなかった。ちょっと年末年始はしゃぎすぎてもお金がない。だとしたらここにいくら入ってたの。さっきどれが使った年末年始。でも 4,50万ぐらい使いました。多分うわ後輩に怒ってあげたらしい。あ、そうそうそう。なんかスノボ場とか行って。あー、なるほどね。そう、6人分レンタル2日とかすると結構。今休止中やろ。今休止中です。こんなとこ行っていい。確かに。でもね、普通になんか準備してるだけなんで全然。ああ、なるほどなるほど。俺の免許証も見ます。見たい見たい見たい。はじめさんめっちゃ普通そうだけどな。行きますよ。もちろん売れてるもんね。どうぞ。売れてる時です。じゃあ行きます。はい。じゃあ見たことない。見たことない。見たことない。寒すぎやろ。許されるんですね、多分。周りの目は痛かったっすよ。こうやってやったんすよ。おじいちゃんおばあちゃんとかは更新してる中でずっとこうやって。免許証は悔しい。つまんないの。免許証では一番売れてないけどね。店員一番頑張ってほしいことしようとしてるけど、コードットの挨拶してちゃう。憧れてるね。コードットキッズ。